心の駅だ。くじけちゃならない人生があの日ここから始まった。父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。就職列車に揺られて着いた遠野よ、思い出す上野はおいらの心の駅だ。配達帰りの自転車を止めて聞いてる国なまり。時計を見つめていたら母の笑顔になってきた。上野はおいらの心の駅だ。お店の仕事は辛いけど胸がでっかい。